はい、どうも皆さん、こんにちは。まるちゃんです。というね、今回なんですけれども、今回ですね、メーカーに来てるんですよ。今回はね、まあね、ミシックのアイテムを、まあ、増殖するね、バグをね、皆さんに紹介していこうかな。怖い怖い。あ、危ない。よし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 。危ない危ない。まあね、このミシックを、まあ、増やすバグなんだけど、まあね、とりあえず冥界来てるんだけど、他の場所でできるかはどうかわかんないんですけど、とりあえずね、冥界ではできるんで、まあちょっとね、やりに来てるって感じなんやけど、やり方としては、まあまずね、アンチラにならんと、このね、このボスが出てるところあるやん。ここをアンチラにしないと、ちょいけんから、まあちょっとね、しばらく待たないといけない。ここがアンチラになるまで。んで、まあ、それまでの間は、ちょっとね、資材とかをね、適当に買って、待ちましょう。この辺のね、ハルトがね、壊しておきましょう。で、まあ、できれば、まあ、お肉のね、回復をね、蓄えておきましょう、今のうちに。これはまだ全然ないから、ちょっと、今のうちに探すか。あ、待ってろ、あ、お肉。あ、よしよしよし。包帯もらっていくわね、じゃあ。こういうふうにね、まあ、肉をね、集めておきましょう、とりあえず。まあ、多少あれば十分だと思うんで。まだ1段目なんでね。こんだけあれば十分でしょう。バナナ1個でもぶっちゃけ十分な気はするけど。まあ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 、できるだけ無駄遣いは避けようということで。そう。足音がするからね、ちょくちょくまだいるんだよね、敵は。倒しておこう、そういう敵を。今のうちに。よし。終わりかな。もういないかな、さすがに。よいしょっと。宝箱どこだ、これ。まあ、いっか。誰君。俺ちゃんの計画邪魔しないでもらっていいですか。お前、逃げんな逃げんな。よし。オーケー、じゃあアンチラになりました。アンジェイになったらね、これね、倒します。で、アンジェイになって倒したら、逃げる、一回に。で、これで放置します。全部放置。これはね、すべて放置します、敵とかを。敵というか、ボットをね。さあさあ、ボットがダメージを食らっておりますね。はい、これで死にましたと。死んだら、もう行きましょう。でまだ死んでないかな。死んでるね。死んでるんで、まあ、これね、周りあと倒します。もう一度、ここ行って倒す。んだら、ここにね、まあ、ハデスあるんですけれども、ハデスのハービンじゃね。こっちの台の上で掘るとね、はい。もう一個あるんですよね、これ。ハデスのハービンジャーが。ミシックサブマシンガンがね。二つ出てるということで、もう今回はですね、この二つを使って、まあ、ビグロイを目指していこうかなと。ハデスのハービンジャーはね、まあね、30発なんで、まあ、60発ですね。まあ、2回撃てるんで、このサブマシンガンを。まあね、これで、まあ、ビグロイを目指していくと。まあ、こういうことですよ。やっぱりね、ミシックは強いんで、ハデスの、このサブマシンガンもね。ちょっとね、これは、これで、まあ、ちょっと面白いんじゃないかなと。これを、まあ、とりあえず、敵にぶっ放したいね。60発。敵もびっくりするだろうね。60発もぶっ放されたら。どこにいるんだい、敵は。どうせグリムゲートにいるんだろう。グリムゲートでもできるか試してみるか。狼出てんな、でも。やべ、バレた。はっ、はい。ただの？どこ？こっちか。オッケー。強すぎ、マジで。まだいんな、あの上。あそこいるぞ。バレてる、じゃん。さらに、ハービンジャーでご利用したわ。やばすぎるね、これ。最高でし
バーナー食って、チャグ巻いて、よし。お前ふざけんなよ。どういった？あ、どうしよう。ああ、もうせっかくケルベロスで試そうと思ったのに。まあ、ただメダルが取れないのか、このやり方だと。なるほどね。ハデスのメダルは取れないと。このやり方だと。まあ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 、しょうがないよね。何事にも弱点っていうのはつきますから。こんだけ強い技だっていうかね、まあバグなら、まあ弱点もそらつきますわ。君さ、我が輩の計画をよくも台無しにしたね。はい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 。からのはいはいはい。君は A よ、シューバカ君。痛い。一回バナナ食う。バナナ食ってリロードと。こっちもリロード。で、こうよ。ほい、ほい。ほい。よし。危なーい。ポーション飲んでど。ポーション飲んでど。ハービンジャー連射すんの強いな。こっちにできんだよなぁ。メダル持ちは、いるやん。はい、はい、連打連打。連射連射。からの連射。よいしょ。サブマシンが一発打ち切ってね、リロードしたらね、普通の敵は安全だと思うんだけど、もう二段構えですから、これに関しては。二段構えと来たらもう無理よ。対応のしようがないよ。よし。あ、来るの。よし。はいはいはい。さてさてどうしようかな。いや、案外、いいな、ハービンジャーの二本持ち。楽しいね。ゴリ押しのもう元凶みたいなね、最悪の武器が出てきてるから。まあね、アレスのアサルトもゴリ押し強いんだけどね。やっぱでも、ハービンジャーだよな、ハービンジャー。よし、敵乗る。ほい。あげい。さあ、残りの敵は二人とも、これ勝ちますか。勝つしかないんだよねっていう話する？そう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 。こっちの方がさっき撃たれた気がしたんだけど。どうなんだい？ね。エキちゃんはおるんか？おるよね。さあ、ラストやな。どこだ？ラストの敵。はい、この美しいブレスの前に、君は破れるのね。随分と強くなる。嫌いだな。大丈夫？死んない？あ、さあ終わりの時間だ。もう緩いね、でもこれちょっとか？どこだ？オーケー、よいしょ。はい、ということでね、このミシックの増殖バグね、もう近いうち多分修正されちゃうんで、修正される前にね、皆さんも試してみてください。もうね、ボスを出したら、アンチ外で放置するだけです。簡単なんでね、皆さんも試してみてください。ということでね、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回にお会いしましょう。